校時代は文法や英単語を丸暗記、ひたすら暗記するというだけで英語を話す機会というものがなかったので、自分がどれぐらい話せるかというのは全く分かりませんでした。もともと国際系に興味があったのですが、英語を学びたいというよりかは英語をツールとして国際社会に関する学問を勉強したいというので入学を決めました。国際社会科学部では経営経済の他に社会学や国際学など幅広い学問が学ぶことができるので、入学してから何をしたいのか決まっていない人にとっては自分がやりたいことを見つけられるような場所だと思いました。 1,2 年では幅広い科目を受講して経済経営に興味があると思い、その先は組織行動論やマネジメントといった社会に出てからも役に立つ学問にさらに興味を持ち、ゼミを選択してという感じですかね。将来はそれらの学問を活かせるようなキャリアに就きたいと思ってます。私の留学の目的は自分自身をもっと英語を喋らなければいけない、聞かなければいけないといった環境に置くことです。最初の3ヶ月間は大学の付属の語学プログラムで勉強をし、残りの3ヶ月間はビジネスの学部に入って主にマネジメント等を学びました。一番大変だったことは大学の授業です。周りも学生が全てアメリカ人で、若者の英語についていくだけではなく積極性も常に求められ続ける場が、とても留学中は辛い経験でした。留学前は国際社会科学部にすでに英語がかなり流暢な学生が多くいて、手を挙げることに躊躇していたのですが、留学を終えて英語を話すことに一番大切なのは自信だということに気づきました。留学前は英語が早くて聞き取れないという場面がすごく多くあったのですが、留学後はカセックやトイックなどのテストの際に普通に聞き取れるようになっていて、耳がかなり鍛えられたのだなと思いました。国際社会科学部では英語で開講される科目が多くあるので、日本にいながらも英語に触れ続けることができる、その環境によって私は英語力をキープできていると思います。語学力が上がったことはもちろん、自分のやりたいことに向けて計画を立てて行動する、行動力といったところの成長がとても大きかったのではないかなと思っています。留学を終えて私自身世界中どこでも生きていけるな、生活できるなと思ったので、国内海外問わず英語を使って働きたいというのと、常に成長ができるチャレンジングな場所でバリバリと働いていきたいと思っています。 Find your way, open your way.